田さん、私です。さあ、前回の動画はですね、リクエストをいただきまして、トミー先生の腹筋方法を教えてほしいでございました。なので、まあそうですね、お家で一緒にこうトレーニングができたらなと思いまして、私考えました。なので、一緒に数を数えてやってみようではありませんか。このね、動画を見ながら一緒にやっちゃいましょうってことなんですけど、私いつも毎日こう、ストレッチするんですね、お風呂上がりに。それをやってることをちょっと皆様に、お伝えできたらと思っております。まあ、前回やりましたこう腹筋ですね、あれ皆さん覚えてます？ちょっとやってもらってます？お家ですごいね、汗かくと思うんですけど、ちょっと気になりますよね、このクリンクリンがね。じゃあ気にせずいきたいと思いますけれども、あれみたいにこのピザの耳にチーズ挟まってるやつみたいね。さあ、いきたいと思います。さあ、前回お伝えいたしました私の腹筋、そして背筋を鍛える方法、皆さんぜひぜひこの動画見ながらやってみてくださいね。まあ、しんどい方は手置いててもらって大丈夫です。でもいけるっていう方は、結構ね、男性の方も見てくださってるようなので、ぜひ男性の方もしていただきたいと思います。ここですね。で、お腹、ここですね。おへその、ここのラインを鍛えたいんですよ。ここね、使うところ。で、ここと、背中でございます。なので、ここがまっすぐになるように、お願いいたします。この首のところもね。で、うまくいってない場合は、首と肩にめっちゃ力入ります。そこで自分の体を支えようとするので、それではダメです。でもうお腹がプルプルなっちゃっても全然大丈夫なので、インナーマッスルを鍛えるんですね。なので、ここですね。それではいきましょう。吸って吐いて、吸って吐いてを5回やってみましょう。いきます。1、2、3、4。このブルブルしてんのっていうか、何回か数えてんの忘れちゃったけど、まあこれをねやっていただきたいと思います。あと私がやってるのはですね、そうですね、ここのおへそを見るぐらい、頭をこう上げていただいて、で足、そう、歌うのってね、本当にね、上半身じゃなくて下半身の支えになるわけですよ。なので、この時に分かる、こうやったら隙間が空いちゃう。でも隙間は絶対開けないように、背中くっつけます、しっかりと。で、1、2、3、4、5、6。これは楽。でもこのギリギリっていうのがめっちゃきつい。私もね、まだまだできないんやけど、そうですね、ここ。く、く、く。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。10、10、10、10、10、10、20みたいな感じで正しくやればめちゃめちゃきつい、汗をかく。そうで、そうやね、腹筋背筋にしてはこれだし、あとはそうですね、私はすごくこの自分の裏側、その背筋を鍛える時にやっぱ裏側が私は弱いんですよね。なので教えていただいたんですよ。それもこうやって足をやって、結構みんなべちゃっとやったりとかすると思うんです。で、その時に、そうね、このパンツのラインが分かるといいね。ここがべちゃっとつくかつかないかっていうのが結構重要らしい。私は今まで全然関係なく、こうやって隙間が空いた状態でこうグッとやってたんやけど、そうではなくて、ここの、ここをしっかりつけてあげて、前に倒す。グッと。で、まあ、前に倒さなくても、ここがしっかり伸びてるなっていうことをこう感じてもらうのが一番大事かな。そう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 、グッて。そうです。みんなすごいよね、朝ヨガとかってさ、やるやんか。みたいな感じで。私はヨガやったことないけど、でも、朝ね、やっぱ体をこう起こす、自分が朝起きてから何をやるかっていうルーティーンって決まってると思うんですよ。まあ、こうね、朝起きて、こう、
まあもちろんトイレ行くね。お茶湯飲んだりとかさ、すごく健康、今健康ブームね、健康志向がすごく強いっていうか。なので私もなんかできる女を演じて、最近こうオートミールを食べてる、なんかね体にこう気をつけてる感じでもね思うんですよ。音楽っていうか、まあ歌を歌うとか、そのボイストレーニングやるとか、ギター弾くもそうやけど、結構みんなスポーツと一緒だからアスリートなわけよね。なのでお歌さえ練習しとけばいいとかではなくて、しっかり私たちはこうアスリートなので、食べ物とか睡眠とかいろんなことを気をつけるのって私は当たり前じゃないかなと最近は本当に思うようになってきまして、なので結構朝のこう柔軟っていう、ここをねぐっと広げてあげる、これ結構ね股関節硬い人はこうつかない人が多いよね。なので結構こうバイーンみたいな感じではなく、こうペタッとくっつけて、で私もそんなにまだまだ柔らかい方ではないんですけど、こうやって息を吐いていく、なんか朝のルーティーンにいいんではないかなと思っております。結構きついよね。でやっぱね、女性の人でここの骨盤が硬い人ってやっぱ声って出にくいんだって。別になんか骨盤とか関係ないやんとかって思ってる人もいてると思うけど、では全然そうではなくて、体をやっぱりこう柔らかく伸ばしていくっていうのは大事で、そうですね、こうやって体さすってあげるっていうのもすごい大事なんで、こう細胞をね、あなた来なさいよ、何してんの、まだ寝てんの、ご飯食べなさいよ、早くいい声を出しなさいよみたいな感じで言ってあげるのも大事らしいですよ。ではもう一回おさらいしておきましょう。なんかねすごくお話が長かったかなと思うんですけども、もう一回いきましょうか。じゃあいきますね。息吸って吐いて、吸って吐いていきます。息吸います、吐きます、吸います、吐きます。首と肩に力が入らないようにもう一回吸います、吐きます、吸います、吐きます。ではおへその方を見ていただいて、ここが浮かないように頑張ってつけてみましょう。で足をぐぐ自転車こぐようにいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、まあ30、そうやって、だってさ、こうやってまあ運動しながらもそうやけど、例えばお家でやってる時に家族とかいてたら、こうやって言うとね、こうきつい姿勢をやりながら喋ってるっていうのもすごい訓練になるので、家族みんなでこう喋りながらこのトレーニングするといいかもね。さあ今日はですね、私のトレーニング方法ですね、ほんのちょびっとだけですけれども、皆さんと一緒にできたらいいのにな編でございました。もっともっとね、体の使い方、詳しくやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん一緒に、キュッキュッキュッ、私もまだまだなんですよ。もっとね、鍛えたい部分あるんですけれど、もしまたね、質問で、ここ鍛えたいんですけど、どうしたらいいですかっていうね、まあ、筋トレみたいな質問になってきますけど、ありましたらぜひともまた、メッセージの方ください。ボイストレーナートミーがお送りしておりますソウルグレートミュージック音楽教室の YouTube 動画ね、まあいい感じのペースで載せていっているので、ファンの人がついていただけると嬉しいかなと思っております。これねなんかこう自信のない時ってこう膝触るよね、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。私でした。